こんにちは、杉村真由美です。今日はですね、はるばる高知県までやってまいりまして、私 の、 南洋パールにカービングをしたドローイングというコレクションがあるんですけれども、そちらを実際に、制作をしてくださっております木内工芸株式会社の西森さんと西本さんに、今日はね、お話を伺いたいと思います。お二人ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速お二人にお話を伺っていきたいんですけれども、まあまず最初にというか、私がお二人にたどり着く経緯としては、もともとお二人が、作っていらっしゃった、あのバラの花とか掘ってあったのを拝見して、でそのなんていうかな、モチーフ自体はうちのブランドに取り入れるのはちょっと和っぽい感じが多くて難しいなとは思ったんですけど、ただその技術自体はすごくこう応用が効くから、オリジナルで作っていただけないかなということで、お声掛けさせていただいたっていうのが最初のきっかけ で今はオリジナルの図案とか、あとお客様に、オーダーをいただいて、ご希望のこのモチーフを伺って、それを描いて彫っていただくっていうことを、しているんですけれども、普段はサンゴの職人さんですね。サンゴ職人っていう、あ、はい、サンゴを彫られてる、職人さんたちですね。真珠にはやっぱりこうエクボとか傷とかがどうしてもこう、その真珠自体がこう生まれ持った形があるんですけど、でもそのままだとなんかちょっと商品化できないっていうのが結構いっぱいあって、でもこう彫りを入れることで、その B 級品が A 級品に変わるんじゃないかっていうのが最初のこうアイデアがあって、で私たちのこの職人の1年目の目標がそれをできるようになれっていうので、サンゴの前に真珠で、真珠で、それは実際師匠たちもされてたんですか、商品としてあったものなんですか、それとも、もともとなかったもので、なんか、なかったもの、はい、でその先生が一回掘って、こういう感じので掘ってっていうなんか見本を作ってくれたんですけど、もうでも今は全然ちょっとガラッと変わってきて、もう私たち独自の図案でやらせていただいてます。でじゃあそこから、図案を自分たちで考えて、ちょっとずつ変えながら、はい、なるほどですね。やっぱり確かに最初にその商品として見た時には色が偏っていて、特にグレーとかが一番多くって、和っぽい模様がね多いっていうのが、私の客層とは違う、ミセス層とかはまたいいんですけど、なので、サイズをもうちょっと小さめにして、やっぱり腕線12ミリ前後ぐらい、で色もゴールデンとホワイトとピーコック3色に絞って、ちょっとグレーとか黒はやめるみたいな。でもやっぱりすごくオリジナルで彫ったりするとお客様はとっても喜んでくださるし、最初の段階は顧客様だけにしたんですよ。あえて、店頭とかで一切売らない、サンプルも売らなくて、展示会でサンプル見せてオーダーをしていただくだけにして、でその本当に近いファンの方たちがどういう反応をしてくださるかを見て、でその次の段階で、今回みたいにデパートで売らせてもらうっていう順番にしていて、なのでやっとここから広げられるかなという感じではあるので、ここから少しこう柄を増やせたりとか、販売用を作ったりとかできるかなと思っているんですけど、はい。見つけていただいてありがとうございます。
結局、宝飾品として使われるナンヨーパールっていうのは鶴ピカくんなんですよね、うんはい、鶴ピカくんでなおかつもうほぼほぼラウンドが完璧にできているものなんですよね、うん、我々すごい品質は高いんだけどだし資産価値は高いんだけど、うん、私はどっちかというとファッション寄りの出なので、うん、面白みには欠けるっていう、うん、そのなんかだから使いたいとは思わないというかっていうのがありまして、やっぱこうやっぱ丸いものだと一緒のものがいっぱいできちゃって、うん、なんかこう特別感がやっぱり特別なんですけどねあの人たち、まあうん、なんかこう特品中のタッピナで特別なんですけ ど、 結局なあの養殖するのに手間をかけてるのは変わらなくて、うんその中でよりすぐったものが高くなっているだけだけど、うん、その他大勢はどこ行ったっていう話でその他大勢に手を加えているっていうのと、うん、あとはやっぱりそのなんていうの職人のその技術的なところで価値をプラスしてるっていうのがもちろんあのお金の話をすれば売れるためにやるんだけど、うん、でも今も本当に宝石でも新しく鉱山から宝石を掘るっていうこと自体がサスティナブルなのかみたいなことをいろんな人がいろいろ言うっていうことを考えたら今の時代に合ってるなって思います。なんかこう絵でこう切ってくださったじゃないですか。あの依頼をかけるときに真珠にも描いてくださって、うん、そのなんていうんですかねイメージをできるだけ近づけるようには結構イメージ以上になってました。本当ですか。嬉しい。結構その線の出方って本当に人の個性が出るじゃないですか。やっぱ球体にマジックで描くって結構大変で、でもマジックで描いてるけど実際工具で彫るときってどっちかというとこうなんていうか彫刻刀っぽい感じの多いというかシュッと。だから本当は筆ペンで描くのが一番なんかあの彫りと図案は似るのかなと思うかなり難しくて。なのでそれはやっぱりその線の強弱のつけ方とかはすごい上手だなと思います、うん、ありがたいですあでもこの前なんかこうアラベスクは結構なんかこう相性がいいかもって思って。あ本当ですか、うん、あれ綺麗でしたよ、はい、でなんか支店長もこれは売れるでって言ってきましたこれはちょっと、うん、なんかあのお花のモチーフってどうしてもとても具象的になるじゃないですか、はい、でアラベスクだと植物っぽいけど、うん、完璧には植物ではない感じが、うん、模様のような模様のような感じがあって、うん、でも全面じゃなくてモチーフでもいいみたいなのがあって、あとこう傷とかこうどこででもこうどこへでもこう隠せるというか、隠せる、うん、なんかこうだからこう商品化しました、はい、定番としました。なんかいろいろやってみていただいて、お客様のオーダー品以外でお願いしたのがこの、 あのケルティックの模様と、アラベスクの模様とあとツタの模様、あ今日やっていただいたやつ、あれはオーダー品も作ったけど、もともと私が、ラリックのガラスの、 あの香水瓶でシダっていう香水瓶があるんですけど、それをそのままパールに彫りたかったっていうのがあって、それ全部完璧でした私自身が同世代とか若い職人さんたちとなるべくお仕事をするようにということを心がけている中で、まあ、同世代かつ女性っていうところで、なかなか職人さんの世界って年齢が高くて男性でっていうのがとても多いと思うので、まあ、なぜこのサンゴの世界に入られたのかみたいなところを伺いたいなと思うんですが、いかがでしょうか。前職は2人とも全然違うことやってたんですけども、やっぱりなんかこう物を作るのが2人とも大好きで、作ってたら楽しいなってなってくるので、あと高知だとこうサンゴがすぐ結構身近にその辺のお土産屋さんとかサンゴ店とかも結構あって、結構身近なものだったので、ちょっとこう興味を持って、うん、はい、興味を持ちました。で最初は5人こう入社したんですけど、そのまあ弟子入りか、うん、弟子入りしたんですけど、うん、残ったのは2人になっちゃいましたその時一緒に弟子入りされたのは男性もいて、男性もいて、でもやっぱり4対1で男性1でしたね、その時は。へー、うん、
女性が多かった。それもすごい、逆にあんま知らなかったですね。ここに入ってきて男性社会っていうか男性の方が多いのと、うん、やっぱり年齢が高いのはちょっとやっぱ、うん、そういう世界やったんやっていうのは、はい、うん、よく気づきましたね。うん、頑張ります。いやいや、なんか昨日もう8年になるっておっしゃっていたので、なかなか8年続けられることはすごいなというか、 ありがとうございます。やること自体は好きかもしれないですけど、やっぱりその業界的なものとか、弟子で関係みたいなものとかあるじゃないですか、はい、ね、やっぱ最初は分からないことも多かったんで、一、うん、からですよね。一からも何が分からないのか分からないっていうところから始めて、そうですよね、うん、こんな工具とか持ったことないしって感じですよね、はい、うん、はい、でも1年目の目標がその真珠に模様を彫れるようになるっていうので、もう彫りの職人として来ているから、あ、はい、あのカボションとかではなく、はい、彫る技術を、あ、なんかこの時代こうカボションとかだけと彫りのだけって今までそうだったんですけど、これからは全部できるようになりなさいっていうので、あ、それはそうです、その通りだと思いますね、うん、だから、まあ、オールマイティーにやらせていただいてます。高知県内だけで産後職人さんって20人くらいなんじゃないかなみたいな話で、その、まあ、数は激減しているっていうことで、もちろんね、帯留めとか使う人いなくなっているから、そうなんですっていうのもありますけど、でもやっぱりその伝統は引き継ぐだけじゃなくて時代にちょっと合わせていかないと、うん、そうなんです、ね、ちょっとね、難しいですよね、個人的には楽しいけど、やっぱこうどんなにやってもやっぱりこううまくいかない時期っていうのがあって、ファースランスみたいな、うん、そこを乗り越えるのはちょっと辛かったですね。それはその技術的なところ、技術的なところです。頭の中では分かってるけど、なんかこう自分のこう道具の使い方とかそういうのが追いつかないみたいなところがあって、うん、ちょっとこううまくいかない時期がありました。ちなみにどうやって乗り越えたの？もうひたすら作りました。ひたすらこう作って、でも次作る時はちょっとやり方を変えてみたいな、うん、でそこでこういいところいいところだけをこうちょっとこうすり合わせていって、それは、それでも一応売り物を作っている。あ、はい、一応売り物、ね、練習台ばっかりじゃダメ、はい、ね、やっぱりあの支店長もおっしゃっていましたけれど、サンゴの需要がそもそもやっぱり中国、台湾、中華圏が多いから、まあ、その日本で作られたものっていうのはどっちからかというと輸出になっていて、でそうすると、まあ、やっぱりそのマーケットで売れるデザインとかサイズ感とか、まあ、色とかっていうものになっていって、でなおかつ職人さんが作っても それを実際に使う人たちとの接点はやっぱりないじゃないですか、ないです、ね、でそうするとその自分が作ったものに対してのリアクションみたいなものとかっていうのはなかなか届かないんじゃないかなと思ったんですけど、あ、はい、なか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 届かないですか？そうですね、やっぱりなんかこれが売れたよとかそういうぐらいな感じですか？そういうのは、はい、聞きます。でもその売れたものがどういうふうにこうアクセサリーになっていくのかはちょっとわからないことが多いです。そうですよね、うん、やっぱりなんかそういうのがわかることが一つのその作り手さんのモチベーションになるのかなと思うんですけど、なんかそういうのが見えるようなものづくりもなんか一本あったらいいんだろうなって聞いてて思っていますね、はい、モチベーションにつながります。本当に今こういう風に製品になってるのか見たらやっぱり、うん、あ、いいだろう、そうですよね、全然違う、やっぱりそう、そのよく石屋さんとかもオリジナルで作って石をカットしていただいたりとか、うん、していただいてるところはやっぱり最終的にそのジュエリーにした製品をあの SNS とかに載せた時に、うん、やっぱりあのこれがこうなったんだみたいなことで、うんうんうん、
連絡をくれたりとかっていうことが多くて、もうなかなかここに来てみて産後はそれなさそうだなって思ったんですよ。ないですね。そういうのがあるとモチベーションだけじゃなくて、あ、じゃあこういうのもしかしたら作ったらいいのかもとか、デザインとか図案的にこういうのがいいのかもみたいな、そのなんか発想源みたいになりそうだけど。あ、そうですね、うん、本当にもうこういうのにするからここに穴開けてとかそういうのはあるんですけど、やっぱ製品にしてみたらやっぱそういう風に、あ、こういう感じの形もできたらいいなって思えるかもしれないんで、やっぱ想像力につながりますね、うん、次の、うん、自分の作ったものしか単体しか見てないんで、製品ではなかなか見れてないんで。そうなんですよね。だからそこがなんか結構やっぱデザイナーと職人の違いで、あのジュエリーでも両方やる方もいるわけなんですけど、デザインして制作する方もいるし、私は制作を外注しているんですけど、やっぱり最終的に出来上がったものの絵が頭の中にあって作れるのと、なくて作るのがまた全然違うし、そうですね。そで、でも逆に職人側の技術から来るアイディアっていうのもあるんですよね、必ず。でそうじゃない方のアイデアの出方もあるから、やっぱそこら辺がこううまくこう化学反応があると面白いものができると思うんですけど、はい、というわけでそろそろ、お時間になりましたが、お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。やっぱりですね、あの職人さんの世界は男性が多いし、あの高齢の方も多いし、若くて女性で8年も続けていらっしゃるっていうこと自体はすごいなと思うんですけど、やっぱり私がそういう方たちと一緒にお仕事をすることで、他のデザイナーさんとかもね、そういったことに興味を持ってお仕事が行ったりするのもいいなと思うし、もっと小さい子どもたちの世代にとっては職人さんって女性も男性もいて当たり前で、高齢の方が多い世界じゃないっていう、その日本のものづくりみたいなところ全体的に、まあ、もうちょっとね活性化すると良いのではないかなと思っております。まあ、そういうわけで今日の感想をお聞きできればと思いますが、いかがでしたか？普段はあまりこうお話、あのお仕事のことお話しする機会とかあまりないので、すごくいい経験になりました。あと、まあこの技術を後世に伝えていけるよう、これからも精進できたらと思います。はい、ありがとうございました。西森さん、いかがでしたか？そうですね、やっぱり自分だけに集中してる時間が長いんで、やっぱこういう機会をいただけたのは一番嬉しいことで、お客様と話す機会もやっぱ少ないんで、やっぱデザイナーさんとこうやって話せる機会があったら一番産後業界にとってもいいんじゃないかなと思いました。産後ももっと日本でみんな使えるような感じになってくれたら、一番身近なこの、うん、あのその素材 なのに、なかなか一番遠いというかそんな感じが。確かにダイヤモンド鉱山よりも近い。うん、もう本当に今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。というわけで今日は高知県からお送りしました。ありがとうございました。